シャックです。マッツンです。今日のテーマはマッツン祭ネッツカンファレンスセミファイナルの見どころを語る。聞いたー、よく噛まずに言えたな。今日はもう激アツ間違いなしのカード。いや、やばいでしょこれ。あー吠えるなお前が。アドレナリン出るな。おお、6月6日日曜日からついに始まります。日曜日休みいけるぞ。はい、イースタンカンファレンスセミファイナル、ブルックリンネッツ対ミルウォーキーバックス。うわー、これやばいなー。今日はね、そんな両者のカードの見どころについて存分に語っていきたいと思いますので、皆さんぜひ最後までご覧いただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、まだの方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。いよいよイースト2位のネッツ、そしてイースト3位のバックスが激突ですよ。ヒゲ対タッカー、俺の中でこれは楽しみすぎる。うわ、なんかほんまディズニーランド初めて行く前の日みたいなね。そうそうそう、もう俺今からワクワクしてる。やばいなこれ。ネッツがカンファレンスセミファイナルに進むのは、うん、実は2014年ぶりなんで7年ぶり。あ、言うて空いてんのね。結構空いてる。この両者は実はレギュラーシーズン、3度戦ってんねんけれども、バックスが2勝1敗勝ってんだよ。ただ5月3日の試合ではデュラントがね、42ポイント10リバウンドチャクラ全開。一方でアデトクンボも49得点8リバウンド4アシストっていうね、いやーニスです。もう激しいマッチアップが展開されて、バックスがまあ3点差でね勝利するっていう試合やってんけれども、レギュラーシーズンからね、やっぱこのカードは見どころ満載やった。おもろいよな。ただ強調したいのは、3度ともネッツのビッグ3は一度も揃ってないという。いやー、あれやん、完全体じゃないやん。そう、なのでここは何とも言えない、予測不能やね。そんなオフェンシブレーティングリーグダントツ1位の攻撃のネッツ、ダンチ。そしてディフェンスレーティングはリーグ10位やけども、硬いディフェンスが売りのバックスの、いわば究極の矛盾対決。ダシバーンバーン。ネッツのネットレーティング、つまり100ポゼッションの得失点差で言うと、ネッツがプラス 5.7 でリーグ4位。ああ、もう4位ね。高いよ。そして、バックスがプラス 4.5 でリーグ7位。なので、実際にほぼほぼ差はないとはいえど、ちょっとね。はい。これがね、プレイオフでどうなってくるか。みんなプレイオフで化け物になるからね、より。ネッツといえば、KD、ハーデン、アービング、この3人が揃うと、すべての戦術がもう無効化できる。バシバーン。そんな中、見どころをね、これからいくつか語っていくと。よっしゃ。まず一つはやっぱりここでしょう。ヤニスを誰が止めるのかっていう話。おらんよ。だってタッカーがもう味方におるから。今シーズンはね。誰も止めれへんよ。このままいくと、おそらく、グリフィン、KD、ニコラス・クラクストン、このあたりがつくと思うねんけれども、ゴール下でね、破壊力抜群のヤニスを、ワンオンワン、あるいはスイッチでやっぱどう止めていくかっていうのは、ここはね、ネッツはね、本当にね、難しいところやし、かなり微妙なところ。いや、むずいよ。そう、あと実はジェフ・グリーンもこの次のシリーズ出れるかわからんっていうのはかなりの不安材料。あー、それもある。実際にヤニスがドライブインしてって、そしてね、ミドルトン、フォーブス、コーナーで待ってるタッカーにキックアウトでパスしてね、3でアシストするっていうこともやっぱ楽々とできるはず。タッカー、実際にヤニスの今季のレギュラーシーズンの平均アシストは 5.9 やってんけれども、はい、プレイオフ先日のマイアミヒートとのシリーズでは 7.8 アシスト。いや、上げてます。そう、なのでプレイオフでアシスト数が上がってるわけよ。で、そのアシスト数は今プレイオフで彼キャリアハイ。なのでここをね、やっぱどう止めるかっていうところが、もうネッツがね、とにかく考えないといけないポイント。捨てて殴り合いでいこう。なのでもしかしたらここのヤニスのやりやすさっていうのは、ネッツよりもヒートの方がやりにくかったかもしれない。むしろ、アデバヨとかね、やっぱいいビッグマンがいるから。じゃあもうよりよりヤニスよ。そう、よりヤニスやばいよ。前回がヤニスギア6だとしたら今回ギア8ぐらいで来るんじゃない。上げてくる、うん、やばいやん。なのでね、ネッツもね、当然考えてくると思うねんけれども、やられたらやり返すぞっていうのがネッツの目論みかもしれないのが、ネッツのやりがね、現状刺しにさせるよ。監督は現役時代7秒オフェンスを確立した超オフェンス重視の監督、スティーブ・ナッシュ。マジで今から出れそうなスタイルしてるよな。中にユニフォーム着込んでんじゃん。リアル商用藤間みたいな。お前ね、セルティックスのファーストラウンドでは全5ゲーム中100点以上当たり前。怖いって。そしてもう怖いといえば、そのうち3度120点以上取ってたりとか、ゲーム4では3人で105点取ってるから、ね、頭おかしい。一試合まるまるこの3人だけで取ってるっていう。まあ、ここの2人はもう守備だけやっとこうみたいな。そう、なので次じゃあバックスの話だけれども、この3人をどう守っていくのか。まあ、い
やばい。ここはやっぱ最大の注目。無理だろう。そしてこの、ね、3人にマッチアップする選手、いくつか考えていきたいねんけれども、うん、まずジェームズ・ハーデンには、ジュリュー・ホリデーでしょ。頑張って。こっちが、このシリーズで最高のプレーメーカーなのかを喫する場でもあるよ。あ、燃えてるね、ホリデーは。じゃあ燃えてる。特にバックスのディフェンスの要はホリデーやねんけれども、彼がこのシリーズどれだけディフェンス、そしてハーデンとのオフェンスも含めてね、うん、引っ張っていけるかでやっぱ全て決まりそう。頑張ってほんまに。そう、しかもホリデーといえばもう NBA でも特に過小評価されてる選手の一人。ここで挽回や。そうなので、ここでねハーデン含めてネッツを叩くことができれば今後の人生が変わる。お金持ち、もうお金持ちか。もうお金持ちやねん。よりお金持ちや。ただ、もうそんなホリデーにマックス契約をもうバックスしてるから。もうじゃあもうお金持ちや、ほんまに。うん、やけども、バックスの、ね、もう意気込みが感じれるよ。男気を出してるね。勝ちに行くんや。勝て！そして、カイリー・アービングとミドルトン。うわぁ、ここも熱いなぁ。本当はね、怪我したディヴィンチェンゾがいてくれたら完璧やってんけれども。そこでね、きっと。そうやねんけれども、おそらくミドルトンとカイリーになるんじゃないかなと。タナトンみたいな説もあるけれども、うん、そしてこの2人といえばどれだけねスリーポイントの雨を降らしてくれるのかっていうのはこれほんまに見どころ。すごいな、マジで殴り合いやん。そして最後 KD 対ヤニス。全部取り放たつや。ここはやばい。もうここの対決といえば、いわばね NBA のもう世代交代、いわば新旧対決になると言っても過言ではない。ここにキングがおらんぞ、もう。まあキングはねちょっとね今シーズンお疲れになってるからね。しっかりとお休みいただきたいねんけれども、はい、なのでね、ここのそれぞれねビッグスリー同士のマッチアップがどうなってくるかっていうのはもうね楽しみすぎる。そしてね、まあ、ビッグスリーはもちろんやねんけども、うん、バスケットボールといえばね5対5それぞれロスター15人ずついるから、その中でもね注目してるのがベンチ層の差がどう出るか。サッカーが見せてくれるかもしれない。バックスの、ね、控えで今ローテーションが入ってる選手で言うと、まずねファーストラウンドで輝くし成果を残したブリン・フォーブス、オビー・ポーティスと PJ タッカー。タッカーエースやから俺の中で。髪の毛も似てるしね、ヒゲもね。はい、でまあこの3人がねほぼベンチでのローテーションやねんけれども、この3人のプレーオフでの成績を合計すると、はい、大体3人で1試合 28.8 ポイント 12.1 リバウンド、うん、3ポイント 41% なのね。3人融合者強いよ。そうなのでベンチから出てきて1試合、うん、30点計算できるってのはめっちゃ大きい。でかいね、うん、しかも3も 40% ぐらいで決めてくれる。めちゃめちゃ心強い。一方でネッツは今シーズン加入したランドリー・シャメット、そしてブルース・ブラウン、そしてニコラス・クラクストンとタイラー・ジョンソン。この写真絶妙や。まあ、2人がね揃ってる写真がなかなかなかったんで、なんかいい感じやね。ネッツはこの4人がね、まあ、ほぼほぼローテーションとして入ってんねんけれども、うん、プレーオフでね4人の成績合計すると1試合 17.3 ポイント、12リバウンド、3ポイント 35.4%、はい、クラクストンとか3打たへんからそのパーセンには入ってないねんけれども、そう見ると得点3は圧倒的にバックスが有利。そこは有利や。ベンチがやっぱどう助けれるかっていうところは本当に重要。主役じゃなくて脇役がね。そう、今回ディヴィンチェンゾが怪我したもあって、誰が怪我するか分からへん。なんでベンチも常にスタメンと同じぐらいのレベル、気持ちもね、そうでプレーできる状態にしておかないといけないってなった時に、ここはねバックスが有利になるんちゃうかなと個人的には見てます。ケミストリーがいいから。以上、ネッツは間違いなくヤニス対策、そしてバックスはこのビッグスリーをどう止めるかっていうところに間違いなくかかってくる。これは止めれんのかな。個人的にはネッツがそれでもバックスをなぎ倒して勝ちそうな気はすんねんけれども、うん、するよ。個人的な思いで言うとバックスに勝ってほしいなとめちゃくちゃ思ってる。俺悩ましいのがタッカーがバックスにいて、あ、ほんまよ。ヒゲがネッツにいて、元ロケッツ組。そう、どっちを応援するか迷うね。これ迷うね。負けてる方を都度応援しようかな。いいやつやんけど。だの。そしてね、今イーストの大本命だったシクサーズ、エンビートは怪我で、これピンチよ。そう、これから出れるかどうかわからない状況なんで、このカンファレンスセミファイナルバックスかネッツが勝ったチームがね、うん、優勝するっていうことはこれ全然あり得る話だし、うん、勝ったチームが事実上イーストのチャンピオンになるっていうのはね十分考えれるかなと個人的には思ってます。僕はシクサーズを優勝予想してたんですけど、エンビートがいないと辛い。まだ分からへんけどね、帰ってきて、うん、なのでね、このバックスとネッツ、事実上のね、イーストのカンファレンスファイナルと言ってもいいかもしれない。このカード、皆さんね、どっちが勝つと思いますか？そして皆さんはどんなところを注目されてますか？ぜひね、コメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。タッカー！